アップスタートはいくつかのユニックス系コンピュータオペレーティングシステムで起動時にタスクを実行する手法として古くから備わるイニットデーモンの代わりとなるものでイベント駆動型である点に特徴がある。アップスタートは当時カノニカルの従業員であったスコット・ジェームズ・レムナントが開発した。もともと古くから備わるイニットプロセスは電源音の後にコンピュータを 通常の起動状態にすることや、シャットダウン前に、きちんと、サービスを終了することにしか責任を持たなかった。このため、前期の設計により現在のタスクが完了するまで、将来のタスクは、厳格に同期化され、さらにブロックされてしまう。さらに準備や、クリーンアップ機能による制限を受けるため、これらのタスクはあらかじめ定義されねばならない。これでは、 現代のデスクトップコンピュータにおけるスタートアップ以外の以下に挙げるような様々なタスクを簡潔に処理できなくなる。アップスタートのイベント駆動型モデルにより、イベント生成とは、非同期にイベント応答ができる。アップスタートはブート時のタスクとサービスの起動と、シャットダウン時のタスクとサービスの停止を非同期に行い、システム動作中にはタスクとサービスの管理も行う。 システム、V ニットとの完全な広報互換性を保ち、容易に移行可能であることが、設計目標であった。そのため、既存のシステム、V ニット用スクリプトを無修正で実行可能である。いつも正常軌道への完全な移行を仮定し、要求するが、スタートアップの古くから備わる手法と、新しい手法とが混在した環境をサポートしない。 大半の他のイニット代替手法とはそういった点で異なる。アップスタートは多くのイベントやより複雑なイベントをまとめるために入力カスタム、シングルイベント、またはイベントブリッジ用のイニットクトルを使うことでイベントモデルを拡張できる。アップスタートにはデフォルトでソケット、ドバス、ウデブ、ファイルおよびドコンフイベントへのブリッジが含まれる。 必要に応じてより多くのブリッジが利用できる。アップスタートをデフォルトのイニットシステムとして使用する Linux カーネルをベースとした Linux ディストリビューションやそれ以外のオペレーティングシステム、アップスタートをある程度サポートするかしていたが、デフォルトイニットシステムとしての使用をやめたか、すでに使用していない Linux ディストリビューションありがとうございます。